はい、でも、今回のドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、だって娘が学校に合格して、で、新しくこのヒューゴだっけ、ヒューゴについて知ろうというところで、まあ新しくね、ちょっと遊びに来たわ。やってこう。まあこう水族館の引率の手伝いに来てくれないかっていう話になって、で、俺が行ったみたいな感じかな。展示興味持ったら、水槽に様々なカブトガイやウニ、えい、それに小さな魚たちが収められているね。こんなパンパンにいる？でもこれ、結構密度高すぎない？こういうのって大体なんかね、数匹とかじゃないの？こんないるっけ？私は警戒を怠らず、十分な距離を取って水槽の前に立つ。あのカブトガニが私の湿った手に何をしてかしそうとしてるのか分かったものじゃない。手を差し込んだ。エイを撫でてみないか、ゴくん。いや、遠慮しておくよ。少し距離を置いて、この辺りから眺める方がよくわかる。そんなこと言わずに、ほら、楽しいぞ。それに近くで見ないと分からないことだってあるだろ。頼むから私に恥をかかせないでくれ。触るのが怖いんだ。間にガラスがないと落ち着かなくて。こういう表情の読めない奴らは、私の柔らかくて美味しい手を食べるチャンスを虎視眈々と狙っているという考えを捨てきれないんだ。この水槽の中に君を傷つけるような生き物はいないさ。エイのトゲは切り取られているし、カブトガニは小さな二枚貝しか食べない。それにイソギンチャクに触ってもなんともない。私は不詳不詳。ヒューゴに言われた通り、水槽に近づく。ゆっくりと冷たい水の中に手を差し入れる。手が前を通り過ぎようとしたエイに触れた。ほら、悪くないだろ。ぬるぬるの皮に触れたみたいだ。知れば知るほど怖くなくなるものさ。あ、表紙は不詳、よかったね。勢いよく水槽に手を浸す。ウニを続き、カブトガイの硬い甲羅の感触を楽しむ。ヒューゴの手に触れた。私は顔をあからめ。あ、いや、乙女なんだって、その反応が。おや、魚を触るんじゃなかったのかい。ちょっとはしゃぎすぎたみたいだ。待て。あの子が怪しい。なぜそう思うんだい。ああ。普通リュックはあんな濡れ方をしない。ここで待っていてくれ。スーザン、戻ってきなさい。パクったんかいじゃ。お前、魚パクんな。やんちゃか。リュックに何が入ってるのか教えてもらえるかな。教科書だけど、他に何が入ってるのかな。絶対魚捕まえてんじゃん。おい、そこのガキ、言うな言うな。いや、そこのガキで入んの。感じ悪すぎるだろう。先生からしたらもうマイナスしかない、その導入。これ殴るのダメでしょ。牢屋にぶち込まれていいか。これでいこうか。ぶち込まれ、ちょっと過激だもんな。お、よし。何を隠し持ってるのか知らねえが、さっさと水槽に戻しな。あんたは先生じゃないでしょ。だから言うことは聞いてやらない。そうだな。だが私は先生だ。リュックを下ろしてもらえるかな。次は下ろしてもらえるかな、なんて言わないぞ。Sweet man, チェイゴ。すごい、カブトグニが床に飛び出してきた。まったく、スーザン、どうしてそんなことを。あの子を逃がしてあげたかったの。逃がすってどこへ？外にか。死んでしまうぞ。I don't know。まあまあでも、嘘かもしんないしな、でも。スーザン、自分のグループに戻りなさい。後で話をしよう。手は見えるとこに置いておきなさい。ああ。中学生にはありがちな発想だ。この水族館でも一度や二度じゃないだろう。最後でもないだろうね。ウニね、小さな魚。はい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 。ああ。見て。タツノオトシゴを指さす。一匹が出産。そんなミラクルな場面に遭遇すんの。実はこれがタツノオトシゴのオスなんだ。人間の父親より大変な役目を負ってると思わないか。みんな見てごらん。オスのタツノオトシゴが出産しているよ。だからみんな携帯電話に目を落とす。ああ、もう。か
変わっちまったな子供は。Hey. 面白い事実がもう一つ、オスのタツノオトシゴは出産したその日のうちにまた妊娠できるんだ。へえ、人間の人生以上にハードモードだな。タツノオトシゴは子供が多感な10代を迎えたらどう対処するんだろうな。数千匹もいれば大騒動どころじゃない。海の生き物に詳しいんだな。専門ではないがね。だが知識を身につけることは私の喜びだ。学校を卒業したからといって学びが終わるわけじゃない。私たちは日々の生活の中でわからないことを知ろう、学ぼうとし続けるべきだ。学ぶことをやめることは人として成長することも変わることも諦めるのに等しい。めちゃくちゃ先生じゃんお前。なんそんなめちゃくちゃ先生になるのお前は。すごいな。そうだな。だがまだ海を信用したわけじゃない。それも時間の問題さ。お、北極コーナー。ペンギンを見に行けるのか。うん。ああ、見に行ける。やった。お、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいるじゃん。メドルクリープ隊に暴れ回ってた。うわあ、怖いな。What? 私の手を掴んだ。What? 大変だ。あそこを見ろ。ペンギンの柵に生徒が死ん。何やってんの。中学生ってそんなはしゃぐか。うちの生徒か。I don't know. 間違いない。モーリー・ヘンダーソン。スーザンの友人だ。いやもうさすがにやばいって。もう二度と来れなくなっちゃうって。飼育員に見つかって君の学校が永久出禁を食らう前にあの子を止めないと。私がみんなの注意を引きつける。お集まりの皆さんね、聞いていただきたいことがあります。ペンギンについてあまり知られていない事実をお話ししましょう。おい、そこの君。ここに入っちゃダメだ。あんたもでしょ。私たちのイメージに反して、ペンギンは実は鳥なのです。鳥といえば空を飛ぶと大思いでしょうが、ペンギンは飛ぶことができません。そのためペンギンを鳥として話を進めるとしばしば混乱が生じるのです。うっとりと聞き入ってる。そこで何してるんだ。ペンギンを解放してあげるの。あの子たちは自由に生きるべきよ。解放されたペンギンはどこに。私のクローゼットの中。いいか、言い争ってる時間はない。早く出なさい。ペンギンを助け出すまではダメよ。もう一つ、あまり知られてない事実は、ペンギンが寒冷地帯にしか住めないということです。ですが例外もあります。つまりあらゆるペンギンが寒冷地帯に住んでいるわけではないのです。ペンギンが飛べないのはもう言ったかな。まずい、興味を失いかけてる。うわ、これぶっちゃけて言うと、いやでもこれ絶対マイナス示すよな。多分見られながらなんだよな。命令はでもさ、さっきみたいにさ、あんた先生じゃないじゃないって言われたら終わりだから。賄賂は多分一番釣れるけどな。確実に出せる気がするけど、先生にとってプラスになるかって言われたらな、ちょっと微妙だよな。これ出せるかな。どっちかなんで、この状況を見てるか見てないかで変わるよな。その結果として出すことができたらプラス、出せなかったらマイナスっていう評価なら賄賂渡すんだけど、先生がこっちをチラチラ見てるんであれば賄賂は絶対マイナスなんだよ。これ出せるかな。私はペットショップから餌にされる運命のネズミを解放してやったことを思い出していた。6歳の頃だったが、大惨事となったあの事件のことは今でもよく覚えてる。モリー、辛いこともあるだろうが。金をちょうだい。結局そうなるんかい。今すぐ私とここ出るなら20ドルやろう。いいわ、でも金は今なしで。8ドルは後払いだからね。おしょっすしてこないです。まずい、行くという差がねば。結局賄賂かい。なんですか。あ、これでいいのか。オッケー、オッケー、オッケー。来いよ。
OK。来んな来んな来んな。こっち来んな。おい。来んな来んな来んな。ちょっと待って。いけカズの暴力だ。これだ。これがいいぞ。ペンギン多すぎ、多すぎ、すぎ。生徒買収しろ。お、お、お、行ったんじゃない？なんか一匹逃げたけど。一、行っても一匹逃げちゃったよ。え、これいいんじゃないの？よしよしよし。ギリ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 。あれか、ミニゲームがあんのか。何とか間に合ったようだ。ピューゴはというと、陽動のペンギン講義を締めくくろうとしているところだった。それに私にとってペンギンは世界一の動物なのです。おー、拍手を送る。森、あんなところで何をしてたんだ。動物を解放していただけです、メガ先生。ペンギンは北極の気温でしか生きられないんだぞ。分かってるのか、君はペンギンを殺しかけたんだ。でも動機は悪くなかったと思います。いや、もう悪いことだ。8ドルは貸しよう。What? 何のことだ。あ、後で払うよ。動物誘拐時、石の音を見せ合うつもりだ。後でまた話があるからな、モーリー。おう。ゴ君、君は中学生に賄賂を渡したのか。何のことかわからないな、もうちょっとあれだな。結局賄賂になってんじゃ、賄賂選んでないのに。何のことかわからない。でも何のことかわからないなってのは、ちょっとこう、対立生むから、もうこれしかないよ。聞いてくれ。誰だって一度や二度は後ろめたい経験をしてきたはずだ。私はもう未来に目を輝かせる若者じゃない。かつてある男はペンギンを救うために子供に賄賂を渡さなくてもいい世界を信じていた。だが今の私はそれでは救えないと知っている。あの頃の純真さを取り戻せたらどんなにいいか。わかった。残り時間を乗り切って水族館を出よう。まあ、マイナスじゃないからいいでしょう。やっと小学生終わった。生徒たちはギフトショップに案内され、スクールバスに行く。はいはい。外に行った。ごくん、今日は来てくれてありがとう。本当に助かったよ。気にしないでくれ。私も楽しかったよ。うん。今度埋め合わせをさせてくれないか。チーズボードは好きかい。チーズボード？チーズボード？チーズボードって何？ボード？チーズボードって何？何？でもこれプラスじゃないやつだろう。プラスあったかな。そいつはいい。では私はこれで失礼するよ。生徒たちがまた何か盗まないよう見張らないと。また会おう。姿は見えない。パンダどこかな。玄関から入ってこようとしていた、うん、今夜はどうする。あ、今夜はつごくんだった。宿題は片付けなきゃ。水族館はどうだった。水族館は大変だったよ。ペンギンを盗もうとした子がいたんだ。誰だってやるでしょ。飼育員に見つかる前に柵の中に入ってその子を捕まえたんだぞ。ペンギンの柵に入ったってこと。お土産にペンギンを盗んできてくれた。アマンダ、パパとベガ先生のおかげでペンギンは誘拐犯されずに済んだんだ。ベガ先生と過ごすとよかったよ、うん、ベガ先生が秘密工作を手伝うなんて驚いた。だって普段は、うん、ちょっと堅苦しいタイプ。素顔は面白い人だ。一緒に過ごして楽しかったよ。ともあれ、飛んだ冒険で疲れたよ。少し目を休める。要するに仮眠でしょ。違うな。お前も父親になればわかる。あ、来るんじゃない？スコア来た。いや、まあまあでしょ。うわうわ、引く低い。ハイウェイ抜群だけど。何このあれは。あ、でも中学校とか賄賂って書いてるから、あれかな、項目的には毎回違うのかな。だからハイウェイだけ抜群だわ。やっぱ最初のあれだよな。最初のあれが微妙だったかもな。
いやでもこの、あれだもんね、ランニングさ、S プラスプラスまであったからさ、あんまりか、初日の手応えとしては。You've got dads. またクレイグや。朝マラソン恒例の。行こう。まだ強くなる。俺は強い。だがもっと強くなる。はあ、そうだろうな。お茶会にアマンドを招待したいんだが、今はいないようだな。もちろんお前も来てくれ。あ、まあでも、クレイグもまあ別に、まあ知りたいから言ってもいいけどね。ランニングとかだったらあれな、でもこれはさすがに日程潰れるよな、多分。ちょっとだけやって終わるか。コーヒーをたちま、たし、あ、なんだっけ、たしなむだっけ。月のない真夜中のようなブラックがいい。ソロー。パパ、準備できてる？あ、話は通じてんのか。あ、もう約束した日になってんだ。絶対にしないと言っただろ。リビングにずっと積んだままのくせに、しょっちゅうぶつかるから邪魔なのに、前書きすら読んでないよね。って違う、その話じゃない。お茶会よ、パパ。いや、そんな約束をした覚えはない。クレイグさんちの双子が手書きの招待状をくれたのに。コピー用紙の招待状。なんていうのこれ。何これ。書き間違えてるぞ。あ、真心がね、愚痴になってんだ。そこはいいから、ほら、早くよ、早く予想金のズボンを履いて。いや、スウェットパンツで行く。何人たりともパパを止められん。ああ、もう、外で待ってるから早く来て。履いてやるよ。まあでもね、別にまあ、友達ん家だからね、別に。ましてや、しかも大学時代からだからな。そんな、綺麗な格好しなくてもいい気もするけどね。まあ、おじさんアマンド紹介する。こちらにどうぞ。めちゃくちゃ広くないには。てか、自然がすごい。あ、こいつもいるじゃん。一石二鳥。ネグとブサチとマットと娘の皮面下が席について。いいね、このメンバー。ちょ、なんか良くない？ちょうど。なんかこう、尖ってるやついねえし。いや、お茶はどう？すごく美味しいよ。ファンタスティックだね。レモングラスのいい香りがする。こんにちは、皮面下。無視すんだ。アマンダのお父さん、そうだよな。皮面下わかるよ。俺もわかんねえもん。あ、こんにちは。クレイグの娘さんってならないもん。あ、こんにちは。なんだっけ、お前。マットか。マットの娘さんってならないもん。よく、皮面下よくわかってる、俺のこと。どうぞ座って。無理だな。ああ。よ。なんでお前もいんの？みんないるじゃん。これあれか、定期会なんだ。だからこの前の、ジョセフか。ジョセフの販売会もそうだし、だから定期的にみんなが集まるんだ。遅くなってすまん。よそ行きのズボンを履けて、デイジーがうるさくてよ。聞いたか、アマンダ。うん。あ、いいね。うん。娘さんに履くものを強制されるとは災難だったな。お忙しい中、お茶会にお越しいただきありがとうございます。めちゃくちゃ仕切ってんじゃん、双子は。サイズが合わねえから気持ちだけありがたくいただいとくよ。ロイヤルファミリーなんだから、ちゃんとマナーを守らなきゃ。さすがに娘たちの声は分けられません。さすがに。後で拾うよ。よく来てくれたな。がっつり始まるな。大丈夫か？準備できた？今、蒸してるところだ。よかった。お前たちがお客さんにお茶を入れるのか？ミスかの仕事。俺のことだ。いい香りが広がる。マットと軽くカップをぶつけ合い一口だ。マットね。美味しいレモネードだね。お茶よ。そうだった。美味しいお茶だね。で、お茶会ではどうすればいい？上流社会の風流を楽しむのですわ、父上。お、いいね。適応力高いね。
プリンセス集会待ってました。あーごままごと始まっちゃうよ。俺私は宇宙プリンセスでいい。よくってよ。お前らの声は分けられないです。すいません、飛ばします。ただ単に飛ばしていきます。ヒロシンじゃない、宇宙プリンセスにしようか。パパは何プリンセス。パパもプリンセスでいいのか。このゲームの核心をついてるな。もちろん性の壁を越えてな。ヒストリーチャンネルプリンセス。ヒストリーチャンネル前もあったな。なんかハッキングプリンセス、スカーライトプリンセス。これが一番かっこよくない。なんかバスターを名乗るんだが。お前が来んの、やだ。俺は警官整備と一括請負いプリンセスだな。僕はバリスタープリンセスで。ごきげんよう皆さん、マッスルプリンセスですわ。いつか下がってて、うん、お別に揃ったな。プリンセス下克上さえなければお前たちは俺の召使いだったんだぞ。あ、これで男たちの会話はあんのか。子供の成長は早いもんだな。アマンダのお茶会を手伝ったのがつい昨日のことみたいだ、うん。お前の召使いだったのか。もちろん。カーメン社に紅茶を入れてもらうなんて、コーヒーショップのオーナーにあるまじき失態だよ。失態だと。紅茶のブレンドセンスも大したもんだ。前にもらったハイビスカスティーは美味しかったよ。それはどうも。娘らの仲が良くて嬉しいね。袋小路に引っ越してきて本当に良かったよ。僕らもそう思ってるよ。アマンダは子供たちのいいお手本だからね。あそこお姉さん的な立場にいんのか、年齢的にも。アマンダに憧れているし、遊んでやっているアマンダも生き生きとしている。いいね。コクン、あの子たちはどうだかな。あ、ミニゲーム始まっちゃうな。やべえ。ああ終わった。子供たちはみんなヘトヘトになっていた。アマンダはずっと子供たちの相手をしてやり、後で一番いい写真を選んで送ると約束した。片付けた。はいはい。ああじゃあな、気をつけて帰れよ。来てくれてありがとう。スカイライト、お、覚えてくれてんの、ありがとう。うん。サクッと終わったな。ジョセフの時あんな長かったのに。まだジョセフはでもあれだもんな、イベントだからな。これ一応まあいいや、サクッと終わったからここで終わるか。はい、じゃああざした。